く、今度は反対側突進する、うまく鶴田チャンス、鶴田チャンス、鶴田チャンス、場内大歓声、鶴田チャンス、あスタンピング、宙吊りになりました。スーパーデストロイヤー、スタンピング、スタンピング、ものすごいスタンピングであります。逆さ吊り、スーパーデストロイヤーチャンスです。上ひぐれ中、上樋口レフリーがスーパーデストロイヤーの足が絡んでおりますので、これを離しました。さあスーパーデストロイヤー、なかなかスタンディングポジションを取れません。チャンスを迎えました。思い切って攻め込みます。ジャンボ鶴田、現在勝ち点19点、勝てば21点、優勝決定の切符を手に入れることができます。今夜最終戦、非常に大事な試合であります。あっと今度は体勢が入れ替わりました。スーパーデストロイヤーの大きな拳打ち、熱い胸板に思い切ってエルボーバットを打ち込みました。スーパーデストロイヤー、ものすごいエルボードロップ、今度はエルボーバット喉元であります。一瞬にして攻守交代、あっとジャンプしてのエルボードロップ、ものすごい勢い、頸動脈のあたり、今度はエルボードロップであります。先週はこの技でアブドラドブッチャーに屈しました、ジャンボ鶴田、しかしうまく跳ね返した。おっとダブルアームスープレックス、これはジャンボ鶴田のお箱の技です。よもやかからないでしょう。クラウチングスタイル、うーんと腰をかがめてバックステップいたしました。右の足エプロンに届いています。馬場さん、スーパーデストロイヤーもやりますね。そうですね、一時ね、なんていうか調子を下ろしてというか体の調子が悪くてですね、はい、調子悪かったんですよ。今度はスープレックス、サイドスープレックス、決まった。巨体を投げ飛ばす、巨体を投げ飛ばす、127キロを見事にサイドスープレックスで投げ飛ばしましたが、あとカウントは2、まだ不十分ですか、馬場さん。不十分ですね、まだ決まってませんね。まだ決まってないですか、はい、もうダメージは与えてません、ダメージがない、はい、はい、おっと今度はシミット式のバックブリーカー、ジャンボ鶴田、滞空時間を長くして腰のあたりに右の膝ぐいぐい押し付けます。そのまま、しかしあリングの中央に放りたかった、ちょっとポジションが悪いジャンボ鶴田であります。現在勝ち点19、いよいよ1週間後、来週の5月14日、生中継でお伝えいたしますが、日本武道館で優勝決定戦が行われます。さあ、今度はスーパーデストロイヤーが、ウエイトの借り、ジャンボ鶴田を思いっきり対角線上に持っていきました。すごい蹴りです。すごい蹴り、長い足。そして、セカンドロープ、思い切ってエルボードロップ。強烈な波状攻撃、スーパーデストロイヤー。現在、勝ち点16点であります。並々ならぬ投手で、このチャンピオンカイバル、優勝を狙っております。さあ、セカンドロープから、エルボーを落としました。強烈。試合をやっているジャンボ鶴田、先週仙台からのアブドラドブッチャーの一戦を思い起こすことでしょう。あのエルボードロップ一発でマットに沈みました。ジャンボ鶴田大きく持ち上げます、持ち上げます、抱え投げ。鶴田の動きがやや止まりましたね、馬場さん。そうですね、やっぱり目方がないですからね、はい、127キロの大きな壁、スーパーデストロイヤー。もう一回人間風車の体勢に持っていこうとするスーパーデストロイヤーでございます。しかし今回のアメリカの遠征だったんですけれども、馬場さん、 NWA の主要テリトリー、エディ・グラハム会長、ジム・クロケット・ジュニア、それからジム・バーネットさん、この重鎮の前でいい試合を見せましたね、この鶴田は。そうですね、さあコブラツイスト、コブラツイスト、跳ね返す力を持っているスーパーデストロイヤー、強靭な腰であります。本当に私ども馬場選手、鶴田選手とともに台頭して、全日本の馬場鶴田、それから天竜、この日本を代表するレスラーの実力をこの主要テリトリーに強烈に印象付けたという感じを得ました。さあアメリカ遠征で大成功を収めたジャンボ鶴田、その予選を勝ってチャンピオンカーニバル第5回のチャンピオンカーニバル優勝を狙っております。目下単独トップ。そのスーパーデストロイヤーを破りますと勝ち点2をプラスいたしまして21点ということになりますが、ちょっと中盤にかけまして打たれています。今のところスーパーデストロイヤーの大型パワーに屈しているというような感じ。喉元へがっちりと膝が食い込んでいます。スーパーデストロイヤーです。スーパーデストロイヤーも必死であります。余すところジャンボ鶴田、アブドラドブッチャー戦、非常に強者が残っております。スーパーデストロイヤー現在勝ち点16、もし今夜鶴田に勝って、そしてブッチャーに勝ちますと20点、優勝の一角にまだ残っていると言えましょう。スーパーデストロイヤーです。うまくロープを使いました。さあバックに手を回して大きく反対に飛ぶ、鶴田が反対に飛ぶ、さあどうだ、正面を向き合った、ジャンピング2位、ジャンピング2位パット、リングの中央
ました。今度は人間風車。ダブルアーム、スポーツ。ものすごい落差。ものすごい落差。そのまま片襟に抑え込む。どうだ。